煮干し、新物の超取れたての一級品ですね。吟醸、こちらでやっていこうと思います。水から作ってます。いつもご覧いただきありがとうございます。ハライチです。じゃん、いつもご覧いただきありがとうございます。ハライチです。今回はですね、こちら、今冷凍庫から持ってしまったのでちょっと曇ってますけど、煮干し2、5、4で、これね、もろたき帰った時にお袋から仕入れてきたんだけど、新物の超取れたての一級品ですね。で、通常僕が使ってる煮干しってこれぐらい太いの、わかるかな。で、これ見て、この色のツヤのいい感じ、これをこれで出汁を取って、まあ明日雨そうなので、ちょっと見えてきたかな、雨そうなので中華そばで行こうかなと思います。で、通常の取り方とは違う、あ、通る？いいよ、通る。お疲れ様でした。通常の取り方とは違う、なんか出汁の取り方をしようかなと思って、こっちは煮干しのつけそば用でちょっと温度高めで取ってる感じ。今回はこちらは温度低めで煮干しの何ていうか澄んだ感じを出そうかなと思って、ちょっとイメージだけですけど、まだ作ってないんで分かんないですけど、イメージはそんな感じで、でそうだね、名前から決めていこうかな。名前は煮干し、吟醸、こちらでやっていこうと思います。それではやっていきましょう。というわけで水にちょっと浸しておきました。こちらをその温度計を指してちょっと低めの温度で雑味が出ないようにゆっくり炊いていこうと思います。で、澄んだ感じの出汁になればいいかなと思っております。はい、温度がねちょっと上がってきましたね。これちょっと見てみましょう。こういう感じの出汁ですね。ここに入ってるのはね、もう昆布と煮干しだけ。これをもう今温度がちょっと上がってきたので、80度だね。80度キープ。こういう澄んだ出汁ね。うん。まあ強火で炊くのって結構テクニックいるんだけど、100度であって100度じゃないみたいな感じあるじゃないですか。不純物が混ざると100度以上上がっちゃう。だけどこういうさ、低い温度で取るやつって割と簡単には取れるんだけど、ただまあそこにはいろんなテクニックがあるんだけど、あ、80度上がっちゃう。じゃあこれでキープしていきますね。この温度をもうずっとキープだね。キープで1時間ぐらいかな、1時間で取っていきましょう。そうすると繊細ないい出汁が取れるんですよね、こういう透明感ある出汁。うん、まあただこした時にねちょっと濁っちゃうかなと思うんだけど、あんまり濁さないように、あんまりかき混ぜないようにやっていこうかなと思います。こういう出汁だね。はい、ちょっと僕もねこういう80で取るのは初やから、これもちょっと楽しみだね。はい、という感じですね。はい、はい、というふうにね、まずこれもなんだけど、ま、もちろん前の YouTube 前の動画見てもらった方は、そのつけ麺の時に水から作るってあったじゃないですか。それと同じようにこれも水から作ってます。この水っていうのはちょっとだけ秘密ね、秘密で、煮干しの水ではないです。はい、とだけ言っておきます。で、まあ、水から作るっていうのがあって、でそれと同じように今回はそのなんていうんですかね、澄んだ出汁にしたいなと思ってるので、ふかさないようにやるんだけど、ね、温度はねどうだろうな、80度ぐらい、80度、うん、80度、これ言っちゃっていいのかな、あんまり言わん方がいいのかな。80度でそうだね1時間ぐらいで取ったやつをさっと取ってお出ししようかなっていうような感じで、イメージですよ、まだイメージの段階でそういう感じ。うん、まあこういったね結構いい煮干し、超一級の煮干しってなかなかもうね入らなくなってきて、量がねまあ全然取れないんですよね。うん、でなのでこれをちょっと使わせてもらって、うん、もう全然違うもんね。こっちはねちょっと九州産の煮干しなんだけど、まあ同じ片口なんだけど、ちょっとこっちは大きめなんで荒々しい感じの煮干しだし、こっちはちょっとカツクリ作るぐらいの大きさかな、なので
ちょっと繊細な出汁を取ってみようかなっていう感じですね。はい、というわけでちょっと僕も楽しみにしてワクワクしてるので、もうお客さんもちょっとワクワクしながら撮ってください。で、お知らせはね、インスタかツイッターかでこうお知らせしますので、こういうお知らせがね、早くしてたいよという方はフォローしてください。はい、というわけで煮干し吟醸ですね。はい、新しい挑戦なので、はい、お楽しみにしておいてください。それではまたお店でお会いいたしましょう。それでは吟醸、どんな味になってるかね、ちょっと確かめてください。それではまたお店でお会いしましょう。